私はユニオンスクエアの駅のそばにいて、今からですねフィッシュエディという、お土産屋さん、まあ一応雑貨店なんですけども、ニューヨークでは有名な雑貨店となっております。ここもねとても可愛いデザインの多い食器が中心なんですけども、紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。今日は10月5日の金曜日なんですけども、昨日まではね T シャツでも歩けるぐらいあったかかったんですけど、むちゃくちゃ寒いですね。今日16度から18度ぐらいしかない予報となっております。いや、遠くにエンパイアステートビル見えますかね。そびえ立ってますね。最高に綺麗ですね。いや、風が冷たいです。めちゃくちゃ寒いですね。お店の方がオープンしましたので入っていきたいと思います。
ざっと店内はこんな感じとなっております。いかがだったでしょうか。今回はフィッシュエディの雑貨屋さんをね紹介させていただきましたけども、まあ、こちらの動画が役に立ったっていう方はいいね、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。